優勝できると思わなかったので優勝できて本当に嬉しく思います。普段は空回りしてしまうことが多くて、なので気合を入れすぎずに冷静にコースマネジメントをしてプレーしようと思ったのがいいスコアにつながったかなと思います。まあ、追われるより追う方が気持ちが楽だったりするので、はい、そうですね。でも、まあ、逆転したといっても1打2打はあっという間に戻されてしまうこともあるので、気を緩めずにしっかりパーを拾っていこうと思いました。まあ、マネジメント力もそうですし、精神的に強くなったのかなというふうに思います。そうですね、高校1年生の3月頃ぐらいからなので、はい、基本的には黙々と練習して、その中で、まあ、アドバイスをワンポイントいただいたりすることが多いです。最近はなかなか行けてなくて、アドバイスをいただけなかったんですけど、まあ、パッティング最後に教わったのはパッティングのストロークのことなので、それをしっかり気をつけて毎日練習してました。いや、まだできていないので早くご報告したいなと思います。どんな反応、あ、でももっと頑張れというふうに言われるんじゃないかなというふうには思います。まあ、今回ですごく成長した部分も多くて、自分の自信にもつながったと思うんですけど、まあ、ここで気を緩めずに、まあ、今まで以上にもっと練習をして、そうですね、いつもサポートしてくれる家族に恩返しできるように頑張りたいなというふうに思います。みんなから応援される、そして強く憧れてもらえるような選手になりたいです。ありがとうございます。